日常に染めエンタメニュースゆるためちゃんこの番組はケリーが日常に染めエンターテイメントをゆるっとカジュアルにお届けする番組です Apple Podcast Amazon Music Spotify YouTube などへ放送しております説明欄のノートからテキストでもお楽しみいただけます最後までごゆっくりお聞きください今回のトピックは2月のおすすめ曲ということで I 歌田光るファイナルディスタンス13 Years Distance Mix っていうのをご紹介していきたいと思います 今回は愛と宇多田ヒカルのフューチャリングなんですけれども「13 years ディスタンスミックス」ということで宇多田ヒカルの「ファイナルディスタンス」オリジナルが出てから13年後に出たえ曲となっているそうです。なんですが私が知ったのはおそらく2022年、えー、これ2月なんで多分2月に初めて知った曲となっております。 どうやって知ったかっていうとツイッターで宇多田ヒカルファンの方がつぶやいてて知ったっていう感じでしたねで宇多田ヒカルの曲は、まあ、2021年の曲なんですけれども多分私はこの2021年のファイナルディスタンスを見て宇多田ヒカルファンになったかなというようなところです、まあ、ミュージックビデオがねめちゃくちゃ印象的だったっていう話を多分過去の回でしていると思うんですけれどもでただね今回に限ってはめちゃくちゃゃくイレギュラーで いつもスポティファイプレイリストの曲としてご紹介しているんですけれどもこの曲がですねスポティファイに入ってないんですよねおそらくなんか権利上の問題で入ってないんだと思いますがなのでノートの方にはレコチョクと iTunes ュージック a p p l e ュージックかなのリンクを貼っておりますなんで2個貼っているかというと私がカウントすればレコチョクの方で買うかなと思ったので まずそちらを貼ったんですがちょっとビジュアル的にねテキストしか出てこなかったので、まあ、Apple Music 使ってる方も多いかなと思いますので、まあ、そちらも合わせて貼っておりますので、まあ、気になった方は視聴でもしてみてくださいちなみにレコ直だと228ぐらいだったと思うんですけど BPMBPM じゃないな何だっけ曲の単位忘れちゃったんですけど とアップルミュージックだと160何とかだったと思いますえちなみに今ア,イアップル iTunes 開いてるんですけど iTunes でいいよね確か iTunes 開いてるんですけど1曲アップルは255円レコチョクはもうちょっと高かったかなと思いますが、まあ、3個までにけどあの近所にですね、まあ、レンタルショップがあって CD があったら まあでも借りたところでパソコンに取り込める手段が今もうないのでどうしようかなっていう感じではあるんですけどまあ聞ける方法はあるのでなんか200円ぐらいもったいないななんて変な思考が働いて、えー、まだフルでは聞けてないんですが全部で、えー、CD で買うと2ディスク入ってて。 31アイテムありますのでまあ興味がある方は多分100円で旧作で借りれるんじゃないかなって思うんですけどまあ参考にしてみてくださいでも、まあ「権利上の都合で」って言ったんですけど愛も東芝 EMI だったよなって思ったんですがえ EMI レコーズ、e、A Division of Universal Music LLC って書いてあるので うん宇多田ヒカルも愛も同じレーベルじゃないけどレコード会社だったなと思ったんですけどえ発売まあ他の曲もね何曲か入ってないのも Spotify にね入ってないのもあるんでちょっと謎な部分ではあるんですけどそういうところがね Spotify たまに時々あるのでえ以前はねもっとねない曲とか多かったんですけど今ってかなり入ってる曲特に最新版の曲に関しては。 Spotify、えー、にもね流通してるものが多いんですけど古いものに関しては意外と CD とかじゃないと聞けないみたいなものだったりとかもあったりするのでまあそういうのもね今後もしあればご紹介していければなというふうに思いますまあでも基本的には Spotify で聞くかなと思いますはい続いて2曲目「松たか子明日春が来たら」ということで、えー、ご紹介するんですがこちらはですね多分 Spotify で流れてきた 曲なんですけれどもまあ春だから流れてきたのかなというふうに勝手に思っていてで昔ね結構このリミックスというかブートというか、えー、漫画で言うと二次創作的なものが音楽業界でもありましてまあそのブートの曲をよく聞いていたので、まあ、春になったらこの曲 聞くとテンンション上がるなななみたいな曲になってますえちなみに探したらありましてそのよく聞いていたブートというかリミックスというか、まあ、オフィシャルに出てない曲みたいな感じなんですけれどもえ勝手にねその曲をリミックスとかしてミックスしてえサウンドクラウドとかに上げていたんですけれどもえ、まあ、その時によく聞いていたのがパンダボーイの「IfSpringWillcomeTomorrow」っていうね「明日春が来たら」を英語にしている っていうバージョンなんですけど、まあ、クラブ界隈うーん知ってる限り秋葉とか渋谷とかその辺のクラブとかで使われてたんじゃないかなっていうふうにちょっと東京のクラブシーンはあまり分かんないんですけど、まあ、確実にそのイベントでね見たことあるパンダさんが出演されてるところはなんかその辺でも見たし、まあ、一緒のイベントでまあ遊んだりとかしたこともあったので。 えー、懐かしくなりましたねこういう曲もね昔は iTunes に入れてたんですけど全て吹っ飛んじゃいましてまだねダウンロードできるみたいなんでダウンロードしとこうかな <laughs> っていう感じですねまあよかったら皆さんも聞いてみてくださいリミックスとかにあの抵抗がない方は楽しんで聴けるんじゃないかなと思いますはいそして最後に3曲目アーティストが「ゆりごっと」 長谷川博士音がすするという曲になっております正直ゆりゴットさん全く分からなかったんですが、まあ、曲を聴いていると、まあ、女性ボーカルの方かなっていう感じでうんあんまり深掘りして「ゆりゴットさん単体で調べよう」というところまでは言ってないんですけど、まあ、長谷川博士さんの,その歌の雰囲気だったり曲の雰囲気っていうのはあのなんとなく聴いただけで分かる感じは特徴があって。 まあ爽やかで <laughs>、まあ、私の好きなパターンなんですけど爽やかで透明感あって流れるような感じのボーカル男性ボーカルなんですけどあとはねちょっとねかすれている感じもありつつ滑らかっていうね微ンさんじゃないけどナメらかみたいな <laughs> 感じがあります。 でまあ、イントロから金属音のなんか鉄筋っぽい感じのね音が入るのもちょっと春っぽい雰囲気もあって可愛らしい感じもあったので良、えー、かったなと思います。んで長谷川博士さんの曲ってなんか大体全部こんな雰囲気だなと思っててあんまりタイトル違いとかタイトルと曲があんまり合ってないんですけど多分ねこの。 優勝曲をご紹介する回でも何回かご紹介したとは思うんですけどいまだにあのタイトルはよくわかってないし曲名も合致してないしっていうところなんですけどそういえばこの長谷川博士さんと松隆子さんがドラマでなんか一緒になってニュースになってたなっていうのを思い出しまして長谷川博士さんのツイッター探してみましたただ、ね、ちょっと読めないんですけど STUTS アンド松高子 w i 3 e x e s なんだろう 3egses p r e s e n s p r e s e n c e i f e e t k i d フレシ s っていうねわ <laughs> かりにくいったらありゃしないんですけど関、えー、テレフジテレビ系ドラマ やめあ読めない大きい豆た何大豆た違うような絶対大豆太と,と3人の元夫なんだろう何て言うんだろうの主題歌で長谷川博士さんが多分作った曲を松さんが歌ってるっていうねこういうコラボ曲もあるのでちょっとそちらもねノートに貼っているので、まあ、もしご興味があれば。 いいいいいいてみてみただけるとといいんじゃないかなか思いますこの曲に関しては多分 CM とかで流れてたりすると思うんで「あ聞いたことあるな」とかっていうのとボーカルがね松さんなんで、まあ、そういうねイメージ松さんのイメージが結構あるので、まあ、長谷川博士さんっぽい雰囲気は後ろにあるんですけれど、まあ、松さんの曲みたいな感じというか、まあ、ドラマのテーマ曲みたいな感じのね雰囲気がするのでそうなるとあの。 長谷川博士さんがボーカルしてるっていうよりはまた違ったような雰囲気の曲に聞こえてくるかなと思いますそして2022年のプレイリストをざくっとご紹介していきたいと思います12曲目は「Perfume」です多分ね春ソングをなんか聴きたくなったのかな春っぽい曲あんまり覚えてないけど「ドリームランド」と「 スペンディングオールマイタイムのラディオミックスということで、えー、ドリームランドについてはなんかハートがついてるので、いいねボタンを押してます。2月のいいねは、ドリームランドのみですね。そして3曲目、レペゼン地球ライフゴーズオン。多分ね、これは、 うん、最近ねレペゼン地球の DJ 社長とかレペゼン地球の TikTok をたまに目にすることがあるんであとはレペゼン地球の曲ってあんまり聞いたことないんですけど、まあ、ちょっと聞いてみたけどあんまり好きなテイストじゃないあのあんまりラップというかそういう感じとあんまり聞かないんで普段まあそんなだったなっていう <laughs> 感じですまあでもねドーム埋めたりしてるんである程度の一定層からは指、ね、示があると思うんですけど YouTube というか私はなんか入るのが遅かったんで TikTok から、まあ、YouTube もちょこっとたまに見るかなぐらいの感じなのでまたこの曲がおすすめとかもしあれば教えていただけると嬉しいですそして4曲目が松たか子「明したが来たら5曲目が「ゆいごと長谷川博士音がする」6曲目が「愛」「安室奈美恵」「フェイク」「バチロジックリミックス」かな 多分ねこのフューチャリング・アイとムロナミエのコラボが好きだったのでちょっと入れてたんじゃないかなと思いますそして7曲目が m「m フローボアザ・ラブバグということでこちらはねちょっとエピソード覚えてて以前以前っていうか多分2月なのかな2月多分13日なんでしょうねに登録してるんですけど写真家の吉田凪さんのトークイベントに行ってきまして、まあ、その時の帰りに そのイベント会場の最寄り駅に100円ショップのダイソーがあって、まあ、そのダイソーにね行ったら店内 BGM としてこのザ・ラブバグが流れててあ懐かしいなと思って登録リ,リストに入れましたそして8曲目富田譲さんかな名前やってるかな、えー、月の光こちらはですね大学の授業で まなんか音楽のパートがあって、えー、シンセサイザーの話があって冨田譲さんのお名前とこの月の光っていうのが出てきたので追加してたっていう感じですねそして9曲目クリーンバンデバンディット A7S ということで読み方が全く分かんないんですけどエブリシング・バット・ユー・フィート A7S という方ですちょっと、ね、今パッとタイトルだけ見て 曲の感じは全く覚え出せないんですけど、はい、入れてますそして10曲目「愛とリエ・ハタファーストタイム」ということで、えー、こちらはですね結構今回愛の曲が多いんですけどリエ・ハタっていう方が私の印象ではダンサーとしての印象で、えっと、ダンスリーグの D リーグっていうえー ものがあってまあその一つのグループもね多分確かリエハタさん,なんかその一つのグループのディレクターというかやってらっしゃるんですけどあ歌も歌うんだなっていうのでえ心に追加したような記憶がありますそして11曲目以降はおそらく Spotify のランダム再生で流れてきて入れたと思うんですけど「スーパーフライのビューティフル12曲目が読めないんですけど「NUJABES」U。J A B e S ヌージャビース、リフレクションエターナルっていうのと、スミカ、センスオブワンダーっていう曲ですね。スミカはね、なんか、アーティスト名たまに聞いたことあるんですけど、うん、いい曲だったと思うんで多分リストには入れてるんですけど、パッと見ね、どんな曲かは思い出せない。<laughs> スーパーフライのビューティフルも、うん、多分聞いたらわかるんだけど。で、12曲目は、 えと「モーダルソウル」って書いてあるんでアルバム名が結構雰囲気で聴くような曲かなと思います、まあ、いろんなジャンル「えー、月の光」とかね富田譲の普段、ね、あなかなかあんまり聴かない多分インストゥルメンタルのシンセの曲だと思うんででもなんか確か曲は昔懐かしの曲みたいな感じでなんか聞いたことある曲だと思いますし「ザ・ラブバ o v はもうめちゃくちゃ懐かしいしフィーチャリング「ボアっていうのがねまた懐かしいですよね はいということで2022年2月のプレイリストもぜひね皆さんもチェック、えー、ポッドキャストの概要欄にも入れると思うのでチェックしてみていただけたらいいかなと思いますエンディングですこの番組は毎週末1回更新でお届けしています遅れている場合やイレギュラーで増える場合はランダム配信となっておりますツイッターでも更新情報をお知らせしておりますがお聞きのアプリで番組をフォローしていただくと 最速で通知が届きますツイッターでは番組の裏話や気になるイベント情報も登録しているので興味がある方はフォローと楽しかったなと思う回をぜひねシェアしていただけると嬉しいです番組のレビューは Apple Podcast、Spotify、YouTube で書けるので、えー、ぜひね評価いただけると嬉しいです番組の感想はツイッターでメンションいただくかシャープゆるためちゃんでツイートしていただければ確認できます あなたの日常に住むエンタメエピソードやリクエストも受付中です。文字数が多いものに関しては、ポッドキャストの概要欄にお問い合わせフォームなどもご用意しておりますので、ぜひね、そちらもご活用ください。番組へのご参加ぜひお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。ケリーでした。Don't waste your time.